11月26日、1日の取引を終えました。日経平均株価は昨日に比べて747円66銭安い 28,751 円62銭でした。トピックスが 40.71 ポイント安の 1984.98 でした。東証一部全体の 91% にあたる1992銘柄が下落ということで全面安でした。上昇したのは全体のわずか 6%、 152銘柄にとどまっています。新興市場マザーズ指数が 9.62 ポイント、0.8% の上昇、下落。日経ジャスダック平均が37円と84銭安、0.9% の下落ということで、4指数とも下落で引けています。日経平均株価冷やしチャートです。南アフリカでコロナの新たな変異種、変異株が見つかったということで、こちらがワクチンがなかなか効かない強い感染力を持っているのではないかということです。それを受けて大きく売り込まれたというのが日経平均、2万9000をあっさり割り込みまして747円安、2.5% の下落でありました。またこの南アフリカの変異種をめぐっては香港の情勢がかなり話題になっていました。香港ハンセン指数でありますけども、東京時間15時29分現在まだ取引続いていますが、ハンセン指数が568ポイント、2.3% の下落となっています。南アフリカから帰ってきて香港に滞在している、香港の人なんでしょうけども、南アフリカから帰ってきて今香港にいる人の一人が南アフリカ株にかかっていると、それはそうなのですが、その人の向かいの部屋に泊まっている人にもしかしたら空気感染しているのではないかという報道が流れていました。これもし本当に空気感染という話になりますと、今までの飛沫感染ですから、マスクがどうとかこうとかという次元とはちょっと違う次元の話になってきます。香港は今のところ 2.3% の下落となっていますが、南アの変異種絡みで香港で空気感染があったのではないかという一部報道がなされていました。このあたり東京市場日経平均株価大幅安、日本株も中国株も今日は圧倒的に売り物が出たという、そういう状況でありました。こうした中で、東京市場の個別銘柄としては 9202ANA ですね。もちろん、変異種の話が出てきていますから、航空会社としてもなかなか国際航空便なかなか飛ばしづらいと、そうしたことが想定されます。この他にも ANA をめぐってはもともと社債を発行するということで需給悪化懸念があって売られていたところに、この変異種の話ということで今週はダブルパンチ、今日は111円安 4.5% ということで大幅安していました。一方で、コロナの変異種が出たということでありますから、こうした川本産業のようなマスクですとかそういう関連の産業というのは今日は逆行高していまして、129円高ですね、 16.4% の上昇でありました。今日は南アフリカのコロナ変異種の話、さらにもしかしたら空気感染の可能性もあるなどという一部報道が相まって日経平均は大幅安していまして、東証一部上場企業全体の9割以上が下げる全面安の商いとなっています。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。